発達障害と知って驚く有名人その15、元アナウンサーでタレントの小島恵子さん、 ADHD をカミングアウトしています。33歳の時に不安障害になり、その時の主治医から ADHD の特性があることを指摘されました。子供の頃から集団行動や人付き合いが苦手という感覚を持っていたものの、それが発達障害の特性に関係しているということは診断を受けるまで知らなかったそう。スケジュール管理が苦手で、約束の時間を勘違いしたり場所を忘れるなど、普通できるでしょうと言われるような簡単なことでも、自分はとてもエネルギーを使って集中しないとできない、なんてダメ人間なんだとずっと自己嫌悪を感じていたそうですが、 ADHD だと分かったことで必要以上に自分を責めなくなったとのこと。現在は家族やマネージャーに特性を伝え、サポートを受けることで随分楽になったそうです。この動画を配信しているのは A3 のまゆです。本編では発達さんや HSP さん、人見知りさんなどコミュ障さんに向けた動画を中心に配信しています。チャンネル登録よろしくね。